に対する、これは裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの火に必ずや彼らは屈するであろう。宇宙世紀79年1月3日後に一年戦争と呼ばれる戦いの火蓋が切って落とされた。これはジオン公国の正当な独立戦争であり、地球の重力に縛り付けられスペースノイドを迫害し続けた地球連邦政府への報復でもある。圧倒的な戦力を有する連邦軍にジオン軍が対抗し得たのは、公国設立当初物理学者ミノフスキー博士により確認されたミノフスキー粒子があったためと。この粒子により超小型の核融合炉の開発が可能となり、散布下においては誘導兵器や索敵機器が使えなくなるという戦術を大変革させる要素もある。そして有視界戦闘が主体になると考え、高機動性を持つ白兵専用の兵器モビルスーツを開発、多大な戦果を上げたのである。開戦直後、モビルスーツを中心とした機動艦隊はザーン、アッテ、ムーアへと進行、再度駐留軍の拠点を撃破し、地球の連邦軍基地ジャブローへのコロニー投下作戦、ブリティッシュ作戦を実行した。激しい攻防戦のため劣化したコロニーはアラビア海上空で飛散し、ジャブローへの直撃は失敗に終わった。しかしオーストラリアの東岸などに落下したコロニーは地上に未曽有の被害をもたらすことになった。さらに13日にはコロニー落としを再度決行すべく、宇宙要塞ソロモンからドズル中将の指揮する第一連合艦隊が発進した。しかしこの動きは事前に察知されてしまい、連邦軍はレビル将軍指揮のもと3倍の戦力を持って総力戦を挑んできた。そして15日、人類史上最大の艦隊戦ルーム戦役は始まった。コロニー落としは失敗に終わったが、モビルスーツ部隊の活躍により司令長官レベル将軍を捕虜とするなど、ジオン軍の圧勝のうちにこの戦いは幕を閉じた。28日には開戦前からの計画に基づき中立宣言をしていたサイド6を通じて休戦条約の締結を申し入れた。これは連邦軍に対する事実上の降伏勧告。連邦政府は当初これに従う意向であったが、1月31日連邦は態度を一転、軍事条約を締結するにとどまった。以後両軍は共に疲弊した戦力の立て直しを優先し、大規模な戦闘は行われず、数ヶ月の膠着状態が続いている。